ボートレース常滑 G3 レディース笹川杯予選最終日が終わりました。もうね、本当に、まあ、初日からと言ったら言い過ぎでしょうか、まあ、でも前半からずっと見てきて、まあ、モーター技術文句のない選手が上位を占めました。予選トップは逆転で森谷美穂選手、2位が川野芽衣選手、3位がググッと最終日連勝で得点を挙げた平高奈々選手。以下、常滑の女上州谷川理恵選手、そして鉄の女山川美幸選手、女ポセイドンの雲野ゆかり選手と、まあ、この6人が上位を占めたわけですけれども、もう名前言うただけでもね、もうほんまにワクワクするという、感じのメンバーになりました。またその他にも若手、そして勢いのある選手いたりですね、非常に楽しみな準優3レースが組まれております。さあ、じゃあどのレースをピックアップしてんという話ですが、それはもう決まってますやんね。毎日見ていただいてる皆さんやったらわかるでしょ。そう、森谷美穂です。ピットインタビューも今日行ってまいりました。森谷美穂選手にとっても前回はフライングをこの常滑の地で切ってリベンジです。そして、まあ、その森谷を応援してきた私にとってもリベンジです。リベンジまであと2つ。もちろん準優はこのレースをピックアップしました。準優勝戦、もちろん12レースをピックアップいたしました。メンバーはご覧の6人。1号艇森谷美穂、2号艇雲野ゆかり、3号艇大滝明日香、4号艇渡辺由美、5号艇印堂千秋、6号艇細川優子です。で、今節の平均スタート見ていただいたら分かると思うんですが、どうです、森谷2-4ですよ。はっきり言ってこれ A1 の選手の数字じゃないです。でも得点トップ、予選トップで通過してきたということは、まあ、よほどモーターがいいんでしょう。で、森谷も前件の時のインタビューでも答えてくれてますが、常滑とは非常に相性がいいのは、そのいわゆる高モーターが当たってますということなんですが、前節はね、もう本当ピットで悠然と歩く佇まいというか、この姿をもう何度も見てて、調整してないんかいなっていうぐらいの感じだったんですが、今節はもう森谷に油断がないです。連日モーターペラチェックしながらですね、時折走る姿も見せるということで、まあ、前回とはもう全然違う森谷美穂の姿があって、集中力が途切れてない感じがあります。で、これはまあ僕が聞いた情報じゃございませんが、山本記者からですね、聞くところによると、昨日あたりから森谷もモーターに随分と自信を持ってきたということなんで、まあ現れてるわね。スタート2-4で3周タイム、いわゆる最高タイムが今節1分47秒9ですよ。他と見比べたってもう時計1つから2つ違うわけですから、これはもうモーター相当出てるんでしょうね。ですから、まあ F1 本持ってますけれども、明日もスタート落ち着いて、準優もですね、スタート行ってくれれば、まあここは逃げ切るんじゃないかと。というのも雲野選手自身が常滑に苦手意識があって、まあ2号艇で乗ってはきましたけれども、まあ、なんか雲野ゆかりらしさがちょっと見えてないような気もします。で、明日の場合は、まあ森谷がスリットから伸び返すことを考えれば、雲野ゆかりは差しということになるでしょうから、ね、苦手な水面、まして荒れ水面になるとしたら、ちょっと2号艇からの差しは難しいんじゃないかなと。で、大滝明日香選手は3日目のインタビューの時に、優勝という言葉をね、唯一言ってくれた選手で、やはりこう地元のね、責任感みたいなのを感じましたけれども、悩んだんですけど、4号艇の渡辺由美のね、スタートタイミング見ても、4角の渡辺相手決めました。もう1-3、このスタートは超一流です。渡辺由美はスタートとモンキーが決まってたら、もう船券では下位っていうのがもう僕の鉄則ですから、今節はスタートがこんだけ決まって、なおかつモンキーもね、流麗のモンキーと僕がまあ言うてるんですけれども、それにふさわしい美しいモンキーを連発していますんで、もう明日はご覧の通り一本書き、安くても安くなくても1-4、一本勝負だ。天候がどうなるんですかね。準優勝戦に大きく関わってくると思います。
毎日ねこの水面見てますけれども、やはり今日が一番水面を叩く雨音は大きく聞こえます。明日になればもっと雨音も大きく、また少しうねりも出てくるのかもしれませんね。なんとか無事に全レース終了してほしいなと切に願うばかりであります。まあ、そんなね、ことばかりではなく、もちろん船券を設けなあかんわけでございますけれども、皆さんにご覧いただきました通り、明日はもう人気オッズ関係なく一本書き一点勝負でいきます。このちょっともうね、だいぶと雨に煙っておりますけれども、常滑の夜の街に繰り出せるような、人儲けして、帰りたいと思いますんでね、ぜひ皆さんも乗ってください。あと2日全力で何をも予想します。